はい、おはようございます。炭酸セーターのアンジェス。今日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。今回もですね、炭酸セーターのですね、効果実証済みのコンテンツをあなたに提供していきたいと思います。今日はですね、この膝上の痛みを解消するストレッチのご紹介なんですけども、最近ですね、やはりマラソンっていうのがですね、すごいブームじゃないですか。で、この冬場って結構走ってる方も多いんですよね。で、ここら辺の近所でも走ってる方おられるし、大阪城に行けばですね、すっごい走ってるんですね。で、邪魔にならないかなって心配なぐらいある走っております、皆さん。でですね、まあそれもあって膝の裏の痛みとかですね、あと数年前にですね、僕はこの長径靭帯のストレッチっていうのをですね、取ったことあるんですね。まあこのストレッチもですね、結構見ていただいてる方がおられてですね、これをですね、踏まえたと言いますか、これにちょっとやりやすいストレッチをですね、今日は紹介していきたいと思います。今日もですね、場所を変えてですね、ご紹介したいと思います。それでは行きまーす。シュワッチ。はい、やってきました。今日はですね、着替えてません、すいません、時間がなくて。だから膝裏と長径靭帯のストレッチをですね、やっていきたいと思います。はい、このままですね、後ろに下がります。はい、おっと、ちょっとですね、マイクが取れるトラブルがありました。ちょっと待って。はい、OK です。そしたらですね、今からですね、やっていきたいと思うんですけども、まずですね、こういう台ですね、高さが場合は膝ぐらいにある台がですね、あれも一番ベストなんですけども、それを使ってやっていきたいと思います。で、まあ立っていただいてですね、膝の裏といえばこの長径靭帯を緩めるというか、ストレッチしていくときに結構ですね、走ってる人で分かってらっしゃる方はこう台乗してですね、ここをなんとか伸ばすために太ももの裏とか膝を伸ばすためにこう寄せたり、体を寄せたりするじゃないですか。で、それをやるんですけども、その時に使うのがですね、今手に持ってましたけど、これです。じゃじゃん、炭酸スプレー。はい、でですね、まず痛いところ、まあ膝の裏ですね、膝の裏にかけてあげます。シュッと。で、あと長径靭帯、この太ももの横ですよね、この骨盤からこの膝の外側ですね、ここに向けてですね、シュッとワンプッシュかけてあげます。これ不思議とですね、やった感じですよ、びっくりしましたよ。でですね、まずやり方、まずかかとを真上に置く、ね、置いてください。で、まずそこからですね、体をこう曲げていきたいんですけども、曲げるときはですね、こう体を丸めるんじゃなくて、お腹から寄せるような感じ、寄せるような感じで、ここにもう僕太ももの裏がパンパンに張ってます。結構いい感じでストレッチ効いてるんですけどね。で、ここからこうなるんですよ。このつま先をですね、外に向けると、どんどんこのストレッチがかかってくるところが、ね、太ももの裏から膝に変わってくるんですよ。この角度によって、あなたの痛いところの場所によって、このつま先の角度を変えてください。で、ポイントはお腹から寄せることと、膝を曲げないということですね。で、さらに右足だったら左手をですね、この足首、右足首を触るように、こういう感じで手のひらをやっていくんですね。あらららら、すごいストレッチが効くんですね。これをまあ10秒キープぐらいしてほしいんですけど、この時にですね、せっかくだったらこう走ってるとか練習してる間になった場合はですね、ケアする場合は深呼吸をすると僕はいいと思います。こういう感じですね。でもこれ腹式とかね、そんなの胸式とか関係なくですね、もう自由に呼吸を整える方がやっぱりいいと思います。こういう感じですね。でもっと外に向けたらですね、この長径靭帯がピーンときますんで、これをやっていただくとですね、今も僕左右の足がですね、全然違うんですよ。楽と思わずですね、びっくりしました。全然落差加減が違うんで、せっかくなんでこっちの足、左足もやってみたいと思います。これ使いますよ。で、膝の裏、ここもですね、膝の裏がですね、かなりやっぱり疲れやすいですね。で、つま先を立てて、お腹から寄せていく。おー。で、次つま先をですね、自分の効かしたいところ、ストレッチを効かしたいところにですね、持っていきます。ちょっと僕外に向けようかなと思ってやってたら、おー、かなり膝の裏効いてます。かなりいいです。もうちょっと外に向けて、長径靭帯にアプローチ、ストレッチします。
で右でね、左足の場合は右で逆腕でこうやると、もうこれはいいですね。で深呼吸して整えていく、まあ、これもですね、10秒ぐらいをですね2セットから3セットやるだけでですね、膝の裏の張りであったり太ももの横の長径靭帯の緩んできますんで、一度ですね試しにやってみてください。それではですね、またですね次回お会いしましょう。さよなら。今日もですね最後まで動画を見ていただき本当にありがとうございました。今回の動画がですね良かったとかためになったっていう、思われた方は、いいねのボタンをお願いしたいと思います。まだですねたくさんのですね有益な情報を配信していますので、こちらの方にですね登録ボタンを用意しておりますので、ぜひですね登録をしてください。よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。さよなら。